どうもどうもどうも、スイカと言います。このボックス2つで開けていこうと思いますので、よろしくお願いします。とりあえずやり方としては、適当に5パックまず引いて全部見て、そこからレアラッシュっていう感じで、レアカードが入ってる箇所だけ抜き取って、そこから見ていくっていう感じでいこうと思います。これ手抜きデザインすぎんが、ちょっとこの足場に公式絵なんですけど、マグ細くないこれ。なんかワンピースの並々にこれくびれ細いねんけど、あ、マギアな、かわいいで、あ、はい、マグカルゴのスーパーレアが当たりましたね。こいつ多分値段的に言うと700円ぐらいかな。まあなんかクラッシュチャージが、まあ、強いのかな。あ、じゃあ自分の山札から1枚上からトラッシュして、それがエネルギーカードだったらなんかつけれるっていう、そんな感じのカードですね。はい。わ、なんか光ってますね。カヒリ、かわいい。アイアンとはなんか手抜きデザインすぎん。マユルド、はい。あ、スイ君がいるんや。かっこいいやん、これスイ君。スイ君かっこいいですね。で、まあ、ラプラス。まあ、こんな感じですね。あ、シシコかわいい。あ、シシコかわいいですね。で、なんかパチリス。なんか効果よくわからんけど。あ、ファイヤーもいるんや。へぇー。まあ、こだれハチマキもなんか最近めちゃくちゃ、絶対に1パック2個、なんか、株ボケの、何、グッズ、埋め枠なんかちょっとわからんけど、なんか頻繁に結構入りますよね。うん。アローラディグタとかもいるんや。へぇー。あ、イワークもいる。へぇ。ミックスハーブなんかね、おー来たミックスハーブはいいや。とりあえず今回はゼラオラがメインなんで、まあ、ゼラオラが来てくれたらもうこれでもう十分。まあ、今回はもうこれお腹いっぱいですね。てかもうこのパックも開ける理由なくね、もう。次のボックス行ってもいいんじゃないか。もうこっからもうなんか、お目当てカード、これなんもないんで、これに関してはちょっともう5パックで、これは、これ視聴者プレゼントにします。これ視聴者プレゼントで、じゃあ25バック突き上げて、ここから、人雷スパーク、2ボックス目いきます。ここから多分、ボックス上げても、いや、正直ね、多分、お目当てカード何も当たらないと思うんで、ここに関してはもう、ここからはもう、2ボックス目。早いですね、2ボックス目。こんなことある？ま、開封動画市場でさ、あ、もうこれ動画映えすること絶対ないなと思ってさ、しょっぱなから5パック、何パックかけたの ?5 パックだけやんな。5パックかけて、次のボックス映る系の実況者っておる？おらんと思うねんけど、ま、分の 2パックぐらいは、ちょっとまた別のところに、まあ、そうですね、なんか開封、なんかポケモンカードで、パーティー組む企画とかに使っていこうかなと思います。あ、つぼつぼこの生絞り。だから特性が結構意味深ですけど、この生絞りって効果が強くて、エネルギーカードを3枚トラッシュできるっていう。これが結構、レッグーザと相性がいいとか、悪いとか、そんな感じですね。まあ、なので、まあ、ボックス、3ボックス開ける、じゃ1ボックス開ける手間省けたんで、まあ、こっからはもう、サクサクサクっと進めていきます。まあ、逆に言うと、ゼラオラと、まあ、かわいい。ゼラオラと、なんかスーパーレア以上のカードが多分ここまで引けた瞬間、僕多分開封強制終了すると思います。はい、よろしくお願いします。はい。おっしゃ、来た観光客！こいつがね、なかなか強い。あ、なんか、カードを好きなだけトラッシュして、カードが手札5枚になるように、まあ、ドローできるっていう、そういうカードでございます。カブコキコはどうやったかな？まあ、エレキパワーはね、これ、無条件で、雷ポケモンの技プラス30。上げることができる頭の悪いカードです。ちょっと、多分あのパックに関しては、賞味開ける理由が絶対ないもん。あ、この隠れようもね、今回ちょっと個人的に結構見えてカードで、こいつでユニットエネルギーってやつをつけたら、御三家のタイプになって、で、ベロビンタってやつが、シンガポケモンやったら60プラスで、ハチマキを合わせると、なんか180ダメージぐらい出すこと、弱点込みで180ダメージ出すことできるんで、ちょっとこいつはね、今回ちょっと僕、デッキの軸として使ってきたさがあったんですよね。まあ、ポケモン入れ替えという感じです。いやー、ちょっとマジであれさあ、まあ、リバースマウンテンとかいろいろカードありますけど、まあ、勝負に僕、メタモンの方が欲しいんで、まあ、メタモン来てくれたら、まあ、あのパックはマジで開ける理由ないな。あ、スイ君。はい。そう、ゼブレイカーもね、結構強いカードで、オクタンの、アビスハンドあったじゃないですか。アビスハンドとちょっと違って、こいつの場合は、観光客みたいに、手札全部トラッシュして、4枚ドロー、4枚手札、山の中で4枚引くっていう。これなかなか僕、優秀なカードだと思います。で、はい、次行きます。あ、もう、このボックスは空気読んでるね。うん。なんかゴミみたいなカードを引いてないから、いや、いいですね、これね。あ、火炎獅子。メスやねんな。オスじゃないんや。
これなんか俺でもこれ画像加工できそうやねんけど、これマッキーこれ広いかでしょ画像、なんかネットとかでもあさったら全然ありそうだからさ。まあ、まあそうっすね、そうっすね。あ、まあ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 、まあまあ、ビリオンでもね、あのちょっと個人的にちょっと組んでみたさあったんで、まあビリジオンもちょっと、使えるといいですよね。うん。なんかうちのボックス、今回に関しては、もう見えたし。あ、ビリジオン2枚目来た。まあビリジオン2枚目来ましたね。はい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 。もうこれ負ける理由なくなってんけど。ズラオラが来たら、まあ、いいかなぐらいで、賞味、このパック、開ける理由なくなってきて、もうなんかもう、面白みっていう面白みがなくなってしまったんだが、うん。はい、あ、ゼブライカいいですね。あ、ミックスハーブはどうなんかわからんけど、爆死すぎん、ちょっと。いや、僕さ、今日大雨警報で、電車全部止まってるんですよ。電車全部止まっててさ、それで1時間半かけて、ゲームショップに行ってさ、買い物しててんけど、往復3時間ですよ。往復3時間で、一生懸命、やってきたんですけど、まあ、やっぱり、あんまり、ポケモンカード界の、まあ、女神っていうのは、あまり微笑んでくれないんだなと、個人的には思いましたね。あ、ユニテレビやん。うん。まあ、これが現実なんだなと、うん、痛感したね。うん。もうこれ、裏でカード引くだけで終わるんじゃね、ほんまに。おぉ。あ、なんか、この今回のなんか、カード見てる感じ、結構伝説のポケモンが、ノーマルカード枠とか入ってて面白いですね。うん。には、お前はあと2パック、あと3パックやねんけど。これ当たり来るんか当たり来なかったらもう、涙のお別れやねんけど。大丈夫え、マジえ、マジえほんまにほんまに言ってるええちょっと、ラスト。え待って待って。え、ダブルレアってこんな少ない？え、俺2枚しか引いてへんよな。はぁー